続いては、ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生はジャルディーノの岡本さんです。先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日作るのはこちらのお料理です。さあ今週は、暖かさもありますが春を感じるというメニューです。今日は春キャベツと豚バラのビネガー煮込みを作りますよ。では先生お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、まずフライパンの方から、はい、豚バラ肉をですね、お肉1センチ幅に切って塩コショウで下味をつけて、これ1時間くらい置いたものです。はい、少なめのオイルで、豚バラからですね、油出ますのでオイルはちょっと少なめで、こう片面きれいに焼いたら裏返して、ニンニクのスライスとローズマリー、これ入れてですね、今裏面も焼きました。後からでいいんですね、はい、焦げちゃいますので、はい、でこれをですね一旦豚バラ肉取り出しまして、また美味しそうな厚さだね、これちょうどいいね。そう、1センチに、ね、切ったということなんですけど、美味しすぎず、ちょっと厚めですね、はいはい、でこの豚バラの油がですね、残っているところでキャベツ、春キャベツ、ここに入れちゃっていいんですね。はい、ざく切りですね、はい、芯もそのまま入ってました。もう柔らかいですね。そうですね、春キャベツですからね、はい、違いますよねやっぱりね、このくらいたっぷりと、はい、入りましたね、たくさん、はい、そしてこちらにキャベツの甘みを引き出すための、塩、そして胡椒を少ししまして、でこの豚の油をですねキャベツにこう絡ませるような感じで、ニンニクもね風味がついてますからね、はい、春キャベツですからね、ささっとでいいんですかね。ささっとでもないですね、はい、そしてこんな感じでちょっと柔らかくなる、もう少ししんなりしたらところでなんですけども、はい、今日はもうやっちゃいます、はい、ここに酢、はい、はい、そうですね、ビネガー煮込みですよね、はい、お酢が入りました。そしてここにですね、さっき焼いた豚バラ肉戻しまして、はい、そして蓋をして5分くらい蒸し煮にしていきます、なるほど、はい、そしてこちら、はい、蒸し煮に5分くらい蒸し煮したものがこちらですね。だいぶしんなりして、はい、うん、でこのキャベツの方からもですね水分が出ますので、はいはい、これをですねしっかりこう一度合わせまして、一旦ここで味見をします。塩コショウだけですよね、あとお酢もですけども、はい、うん、ちょっと足りなければここでちょっとまた塩とコショウしまして、はいはい、仕上げのオリーブオイル、さっとよく混ぜまして、ツヤも出てきますね、はい、これでも盛り付けます、はい、ちょっと効かしたね酢の香りみたいなのしますね。いい香りしますね、はい、さっぱりした香りがしてます、酸味は一度しっかり沸かすことによって、まろやかになりますので、こう旨味に変わると言いますか、そうですね、はい、美味しさが残ってるわけですね。でも野菜とお肉となんかバランスがいいですね、よいしょ、豚バラってちょっと、ね、油っぽい感じの印象を受けますけど、これだけキャベツと楽しめばちょうどいいですよね、ヘルシーですね、はい、そしてあ、ちょっと失敗した、どうしました、あ、何もないです、すみません、今ちょっとちっちゃい声で失敗したいやいやいや、はい、袋から出しておくの忘れてましたあ、なるほど、はい、分量外ですけどパセリちょっとこう散らして、はい、はい、こんな感じで今日は完成です。はい、はい、出来上がりました。材料のおさらいです。ではご紹介しましょう。材料4人分です。春キャベツ1個、豚バラブロック肉 300g、 ニンニク1かけ、ローズマリー1本、お酢 40cc、 塩コショウオリーブオイル、それぞれ適量です。
材料レシピはホームページまたはテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。では、はい、いただきま す。キャベツと豚バラ一緒に、うん、あ、すごくキャベツの甘さを引き出してるというか、引き立ててますよね、うん、やっぱりお酢がさっぱり感を出してくれてて、うんうん、美味しい。すっきりした後味ですよ。強いこう刺激のような酸味ではなくて、でも酸っぱさも、まあ、残ってますよね。いい感じで、また、うん、春キャベツの芯の部分が甘くて、そうですね、あの、ね、歯ごたえの差がありますので美味しいですね、はい、うん、ね、美味しい美味しい。豚バラをさっぱりいただけるというお料理で、はい、この脂身の部分も、ね、すごく甘みがあっていいですよね、うんうん、塩コショウとお酢だけですのでそれぞれの材料の良さが出てると思います。美味しい、ね、これも春らしい一品だと思います、はい、どうぞ皆さん作ってみてください、うん、さて明日はご機嫌テレビがお休みですので明後日木曜日のメニューです。春を感じるメニュー明日は明後日は、はい、春香る桜のチャーハンです。材料は桜エビ、桜の塩漬け、ご飯を用意してください。今日の料理はジャルディーノの岡本さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。